エスポラ級コルベットはアルゼンチン海軍のコルベットの艦級。西ドイツのブロームーンとフォス社の名工140型フリゲートの設計を採用しており、ジェーン海軍年間やアメリカ海軍協会ではフリゲートとして類別している。本級はポルトガル海軍のジョアン・コーチニョ級コルベットを参考に名工360型フリゲートをスケールダウンした設計となっており、 BV 社の故障としては、名工 140A16 とされる。名工360型と同様の中央扇動型線形やモジュール設計が踏襲されており、装備の乾燥、更新が要因になっている。ただしデッドスペースの発生が避けられない、モジュール設計を適用するには、線形箇所であり、ベストセラーを多く排出してきた名工型としては、珍しく。 本級以外には採用国は現れなかった。主機としてはセムットピルスティック 16PC2 から 5V400 ディーゼルエンジン2機を搭載し、5翼式のスクリュープロペラを駆動する方式とされた。電源としては、出力4 7 0ルトアンペアのディーゼル発電機3機を搭載した。行動用燃料として230トン、航空燃料5トン、清水70トンを搭載できる。 なお小型の艦型で航空運用能力を確保するためフィンスタビライザーを備えている。全艦がデイジー戦術情報処理装置を搭載するほか、5番艦は国産の式システムも搭載する。環境上の前小柱には WM-28 下機管制レーダーが設置されており、これには目標捕捉機能も付加されている。またその前面には 後方レーダーが設置された。一方、煙突の排気口管には背の低い水ンが設けられ、対空、対水上捜作用の DA-05 が設置された。ソナーとしては ASO-4 を搭載する。選手甲板に62口径7 6ト、mm、ル単装速射砲、また選手楼甲板前端部及び、 戦備甲板に70合計 40mm 連装機銃を1機ずつ設置した。機銃砲位板として、後部上部構造物にリロット射撃式装置が設置されており、2009年には国産技術によるアップデートが行われた。また必要に応じて 12.7mm 機銃が増備される。後部機銃の直前には、エグゾセム m、MM、3 8艦対艦ミサイル。 乾燥発射等4機が設置されている。また、選手楼乾板後部両舷には324立方ミリメートル連装魚雷発射管が設置されており、A244S 単魚雷を発射する。先導乾板後端部はヘリコプター乾板とされており、また後期建造分3隻では、上部構造物後端部に伸縮式の格納庫が追加されている。艦載機としては、 リンクス紹介ヘリコプターの運用も可能とされているが、実際には、アルエット3が搭載された。これは2010年に運用を終了しており、以後は AS-355MN フェニックが搭載されている。発注は1979年8月1日に行われ、全艦がリオサンチアーゴ造船所で建造された。なお4番艦は、 浸水後の1986年10月2日に浸水事故を起こし、竣工の遅れにつながった。また1992年、最終2隻の偽装は中断され、そのまま廃棄処分とする予定とされた。しかし1997年5月8日、建造を再開する決定が下され、7月18日、工事再開の行事が開催された。その後、 2000年と2004年に順次に収益した。全艦がプエルトベルグラの海軍基地を母港とし、第2フリーゲート戦隊を編成している。通常は外洋紹介、漁業監視に当たっているが、2.3番艦は1990年から1991年にかけてペルシャ湾に派遣された。ありがとうございます。